2012年9月小中学生ボクサーの甲子園アンダー15ボクシング全国大会が東京後楽園ホールで行われた。ここで一人のボクサーが試合に臨んでいた。川西市立緑台中学校3年生の丸田ひなた15歳。圧倒的な分析力と勝ちたいという欲望で相手をなぎ倒していくひなた。これまで数々の栄光を勝ち取ってきた。しかしボクシングと向き合う彼は純粋そのものだ。赤コーナー丸田ひなた君の RSC 勝ちでした。そんな少年を支えているのはいつも温かい声援を送ってくれる所属ジムの人々。彼を産み育ててくれた川西という地域、そしてどんな時でも自分を信じてくれる家族。川西市大和西住宅街の一角にある盛岡ボクシングジム。ひなたは6歳からここに通い始めた。最初水泳をしてて、だいたい泳げるようになったんで違うスポーツをしたいなと思って格闘技をいろいろ見に行ったんですけど、あんまりその興味が湧かなくて、で最後に寄ったのがこの盛岡ボクシングジムで、ここでもうずっといるんやなっていうのが入った時に分かりました。入会後、人一倍練習に励んだ。小学5年生の時、初めての全国大会で優勝。翌年は階級を一つ上げ、大会2連覇を果たした。しかし、3連覇はならなかった。そんな時、彼を見守ってくれたのは、和則会長と母だった。できないことがあった時、彼のできないっていう悔しさ、それができるようになるまですごいその思いが強いから悔しくて仕方ないみたいで、でも乗り越えてもらえない仕方ないから、そこはじっと我慢せなあかんとかっていうのを日頃から訓練してるように接してますね。負けてしまった時は黙ってます。もう自分で乗り越えてくれってこう心の中で祈るだけですね。何でもしてあげたらいいって思ってたんやけど、それは本人のためにならない、ぐっとそこは小離れして見守る、それが自分との戦いですね。ひなたの部屋は6歳の誕生日に買ってもらったサンドバッグや多くのボクシング用品であふれている。ジムから帰るとシャドーボクシングや筋トレを行い、練習内容をノートにまとめる。1回目の全国大会の決勝前からです。今31、32ぐらいです。その日練習したことを教えてもらったこと、初めて分かったこととか、その日の感想を書いてます。ひなたは両親と姉の4人家族。母親の和美さんはひなたの入会当初から練習に付き添っている。もう熱出て入院してくださいって言われる時もやるって言ったので、もうこれはもう止めてもらおうと思って会長に電話して、会長がもうやめなさいって言うまでは絶対やめない。元会長とジムから家に帰って少しの時間でもいいから練習をしてボクシングのことを思い出すっていう約束をしたので、約束は会長としたんですけど、やっぱり自分のためなんで全てが。やめようとは思わないです。ひなたが住む川西市紅葉台にはボクサーひなたのポスターが至る所に貼られている。商店街の人々は、お母さんのと買い物に小さい頃からついてきたので、自然にも小さい頃から知ってます。そういう激しいスポーツをする子には見えなかったんです。行く時は普段おばちゃんと行ってきます、で頑張りや言って、で買ったら買ったーって報告してこれを食べて
張ってました。この幼稚園から今までのこともその芯が変わってないので、でもこれからもやっぱりその芯の変わらない大人になるんじゃないかなって思うんですよ。これからも応援されますか？もちろんです。東京後楽園ホールでの全国大会まであと1週間。この日はスパーリングで最後の調整。思いが強すぎて和美さんと揉めることもしばしば。和美さんに限界はないのだろうか。あります。日向ともたまに自分の中で言い合いして、会場からもうちょっとママ出てって言われた時とか、そういう時にはもしはもう送り迎えだけしといたらいいかって思うんだけど、やっぱり帰ってきて日向は今日どうやったとか常に聞くんで、またそういう気持ちを押し殺して次の日も行かないといけない。やっぱり応援してあげたり声かけてあげたりってするとまた同じことの繰り返しで、落ち込んで来たくなくなる時あるんですよ。まあ、掘ってるようで一番自分のことを考えてくれてるかなと思います。ちょっと自分の調子が悪かった時とかに、調子が悪いの分かってんのにそこを言われると、もう分かってんでも黙っといてくれっていうのはありますけど、一番日向のことを思ってくれてると思います。5月下旬から始まった予選大会を順当に勝ち進んだ日向。時には自分のボクシングができていないことに不甲斐なさや苛立ちを覚えた。勝つことへのプレッシャーと周囲の期待が日向の肩に重くのしかかる。しかし自分を応援してくれる人々の思いを力に、日向はまた壁を一つ乗り越え栄光を手にした。そんな彼に幸運が訪れる。アメリカのオリンピック強化コーチの下で2週間修行をしてみないかと声をかけられたのだ。真っ白、あんまり実感が湧かないです。よいしょ。プロボクサーとしてなって、もしくはアマチュアボクサーでオリンピック行くとしても、やっぱり多くの人があの子は応援したいねんっていうふうに思われる心も動かすぐらいの選手になってもらいたいと思います。もう本当にこのスポーツに携われて、森岡ジムに出会えて、選手とか会長とかマネージャーとかに出会えたことがもうすごいこの子にとって宝。日向のこれからの夢は、はもう一つしかなくて、森岡ジムから会長と一緒に世界チャンピオンです。丸田日向15歳。彼はただひたむきに、一生懸命に歩き続ける。丸田日向くん、森岡。